とうございます。今年もよろしくお願いいたします。せーの、カエルのマガエルミョンガルボです。カエルトです。いや、全部カエルトです。チャンネル登録お願いします。今日はよいしょ。はい、ということで2022年始まりました。ということでね、はい、今年の目標をもう書き初めしていますんで、一人ずつ発表したいと思います。ちなみに、はい、この動画最後まで見るととあるお知らせがありますんで、ぜひ最後まで見てください。じゃあ、伊藤ちゃんから。やだ、エミスから。エミスから行く。いいね。な、エミス、伊藤最後がいい。伊藤最後がいい。じゃあ、エニクはこちらでございます。発表してない。はい、やってたー、しよっしゃ。宿題頑張る、2022年最後がいい。いいですね。絵描いてない。え、ほら、あ、かわいい、見せて。すごい、今年の絵とですね。はい、じゃじゃーん、えにし君は宿題頑張りまーす。イエーイ。頑張ってください、ね、戻ってください、はい、はい、続きまして、えん、いと嫌だパパ。いいよ、なパパで行こう。パパ行きましょう。はい、はい、パパ、パパ行きます。せーの、3、はい、こちら、じゃじゃん。挑戦することをやめない、帰るパパ。そうですね、2022年もね、ちょっとね、前だけ向いてね、はい、とにかくちょっと走っていこうかなと思いまして。ね、パパ見て。まあ、僕もトラさん書かせてもらってます。一回アップで。はい、ちょっとごめんなさい。これですね。ひゃー言うてない。ひゃー言うてますけどね。はい、頑張りましょう。はい、頑張っていきます。はい、続きまして、はい、してママ。ママ、ママ最後やんな。じゃあ、イタちゃん行きましょうか。イタちゃん行きましょう。はい、せーの、3、はい、ドーン。すごっ。わ、さすが。いや、子供の勉強、字が書けよ。伊藤ちゃんね、1年生なるんです。今年なるんです。俺もう泣くわ。あの伊藤ちゃんが、ね、ちょっと寂しいね。あの伊藤ちゃんがよ、ちょっとなんか追い残されそう。追い残されそうね。いや、せいはどうでもいい。いや、あの伊藤ちゃんが小学1年になるとか奇跡やで、これ。うん、あ、トラミトラ行って見せたいです。伊藤ちゃんが描いたトラ、じゃじゃーん。一番うまいんじゃない。バリ可愛い。何も水に描いたけんね。一番うまい。俺、伊藤ちゃんの見ながら描いたもん。だってね、保育園の時ちぎって貼ったと。あ、そうな、描いたんや。でもそれも楽しかったけど、これも楽しかった。いや、文章を喋り出したよ。さすがやと思わ。人のレベルが上がっておりますけど、女子力がすごい。女子力もすごい。今年もね、伊藤ちゃん、えにくんの成長がますます楽しみな一年でございます。じゃあ次、ママ。ラスト、ママ。はい、いきます。はい、せーの、ドン。オフ。もうね、ひらがなでオフって書く人、本気で休みたい時と思うで、俺は思うよ。毎年言ってる気がすんのけど。オフとかね、寝たい、休みたい、ね、遊びたい、何もせずに遊びたい。オフ。今年はね、時間を作る、もう作る、嫌だ、もう嫌だ。あのね、ここはハートになっとる。あ、そう。あ、目がハートやったと。かわいい、かわいい。いや、本当にね、もう今年こそはオフをちゃんと作るんで、ご協力のほどよろしくお願いいたします。え、まあまあ、今年はもうものすごく楽しんでいこう。楽しむ、まあまあ、楽しむためのオフというか、そうそうそう、自分のやりたいことをやるためのオフというか、そう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 、そんないろんな意味を込めてのね、オフにしましたけども。ママの虎が書いてなかったと思うんですけども。そうね、虎書いてなかったね。それで、最初に言ってたお知らせというか、お概要欄に LINE のタイムラインがありますけども、そこのタイムラインのお友達になって、キーワード、この後発表するキーワードを入れると、ママが描いた虎のイラストの待ち受け画面がもらえますので、ぜひいいゲットしてください。よろしくお願いします。ということで、はい、キーワードを発表します。発表しますよ。いいですか。よろしいですか。はい、キーワードは、オフ。そのままやないか。
ひらがな、ひらがな、ひらがなでオフというメッセージを送ると待ち受けが届くんでゲットしてみてください。オフじゃねえんだな、はい、オフなんやな。オフで、はい、最後まで見た方に、はい、はい、ということで2022年カエル家の目標はこちらでしたが、皆様のね、目標は何でしょうかね。気になるね。ぜひよかったらね、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。はい、ということでね、今年も1年間応援のほどよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。ハッピーニューイヤー。トラ登録登録おすすめの動画もよろしくね。